1860年代の第13代ストラスモア・キング伯爵第13代ストラスモア・キング伯爵クロード・ボーズ・ライアンは、クレートブリテン及びアイルランド連合王国の貴族。第14代ストラスモア伯爵、クロードの父。イギリス王ジョージ6世王妃のエリザベス・ボーズ・ライアンの祖父。現女王エリザベス2世の曾祖,祖父にあたる。グラームズ教トマス・ジョージ・ライアン・ボーズと、 シャーロット・グリムステッドの三男として、1824年7月21日に生まれた。1838年にウィンチェスター・カレッジで教育を受けた。1852年から1854年まで、ライフガーズ第二連隊で主官を務めた。1853年9月23日に、フランシス・ドラ・スミスと結婚、七男四女を設けた。 1865年9月13日に、兄トマスが死去すると、ストラスモアキング伯爵の爵位を継承した。その後、1870年から1886年まで、スコットランド貴族代表議員を務め、1887年7月1日に、連合王国貴族である、ストリートラム城の坊主男爵に上された。1904年2月16日に死去。 長男クロードが借位を継承した。ありがとうございます。